シテオブシドニーは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シドニー中心業務地区と CBD を囲む複数のサバーブより構成される。大都市シドニーの政治、経済、文化の中心であり、シテオブシドニーの市長は、シドニー都市圏の代表を兼ねる。シテオブシドニーの中核をなすのは、シドニー中心業務地区である。範囲は北辺を、 サーキュラーキーとシドニー港に、東をマッコーリー通り、西辺と南辺をリバプール通りに囲まれた地区である。2004年10月6日にシティオブサウスシドニーの地域が併合された。以下がその地域である。アレクサンドリア、ダーリントン、アスキンビル、ニュータウン、レッドファーン、ウォータールー、パディントン。2011年の国勢調査に基づくと、シティオブシドニーには、 169,505人の人が居住しており、2006年の156,571人から増加している。平均収給は888ドルであり、オーストラリア全体の平均収給である577ドルを大きく上回っている。シティオブシドニーに居住する73.6%の人がアパートやユニットで生活しており、これは オーストラリア全体の13.6%と比較すると大きな違いである。シティオブシドニーは以下のサバーブから構成されている。トーマスタウンゼンとシドニーの名前の由来となった。シドニーという名前はシドニー湾に由来しているが、その元々は1788年1月26日にシドニーにヨーロッパ人として 初めて上陸したアーサー・フィリップがトーマス・タウンゼントにちなんで名付けたものである。シドニー施策はフィリップのオーストラリア探検の本国の責任者であると同時にオーストラリアをアメリカ独立で創出した新たな流刑植民地にしようと考えていた。現在のシティ・オブ・シドニーの原型は1842年6月20日に形成された。当時の領域は 現在のサバーブで言えば、東は、ウルムルー、サリーヒルズ、南は、チッペンデール、西は、ピアモントを含む。面積は、11.65平方キロメートルであった。シティオブジドニーの境界は、1900年以降、しばしば、変更されてきた。1909年には、ミューニシパリティオブキャンパーダウンを併合した。さらに、百四十九年には、アレクサンドリア、 ダーリントン、アスキンビル、ニュータウン、レッドファーン、グリーブ、ウォータールー、パディントンが併合された。1968年には、これらのサバーブの多くが新設された、シティ・オブ・サウス・シドニーに含まれるようになったため、境界の大幅な変更が実施された。サウス・シドニーは1982年に、再度、シティ・オブ・シドニーに併合されたが、1988年に、 成立したザシティオブシドニー i d n に基づいて再分離した。その際には、シティオブシドニーの面積は6.19平方キロメートルに縮小した。しかしながら2004年に再度この2つのシティは併合することとなり、2011年現在17万人の人口を抱える。シティオブシドニーは以下の6つの都市と姉妹都市である。AB 2011センサスクイックスタッツ2011クイックスタッツオーストラリア政府2012年10月19日閲覧2006センサスシティオブシドニーハットシドニーアットエーグランスシティオブシドニー2012年10月19日閲覧ありがとうございます